こんにちは、村山です。このチャンネルは、僕のおすすめの店だったりとか、お友達からおすすめの店を紹介してもらうチャンネルになってます。今回は、築地ローカルがおすすめするおすすめの店3選ということで、ローカルの人におすすめの店を紹介してもらいます。まあ、築地といえばやっぱりお寿司のイメージがあるんですけど、まあ、たくさんお寿司屋さんあるんで、どこ行ったらいいか迷いますよね。なんで、ちょっとどんなお店を紹介できるしていただけるか楽しみなので、期待していきたいと思います。で最初の1店舗目は築地板取別館というお店です。このお店はどんなお店なんですかね。はい、このお店はですね、こんな感じで、はい、こんな感じで、築地のね、これ市場ですね、場外を歩いていくんですけど、うん、まだね、場外はしっかりこんな感じであります、しっかり。で、これ、板取の今本店なんですけど、ここに映ってる右が、本店は中でも食べれるんですよ。で、こちら別館ですね。別館は、こう、今入っていってますね。したら、こう、カウンターがあるんですね。なんかもう、高級寿司かのようなカウンターがあって、この目の前で握ってくれるというのが、かなりおすすめです。ネタもこうやって見えるんだ。そうなんですよ。やっぱりこう目の前で握ってくれるカウンターでこの築地の場外こういう風にあるってなかなかないので、うん、高いとこはねいっぱいあるんですけど、そうですよね、しかも結構安いですよね、はい、値段的に、うん、いいそうなんですよ、安くてめちゃくちゃ美味しそう、はい、これお昼のランチ価格めちゃめちゃ美味しいんですよ、花とかそうなんですよ、3000円ぐらいで食べれちゃうのでたくさんこうやってね、どうもこっちも安いのにいくらがあるあって、そうなんですよ、もうここなんか安い方がおすすめなんですよね、おまけがついてて満席なんですけど、そうなんですよ、この後で出てくるんですけど、こっちがなごみでお寿司屋さんのおすすめその季節のものを握ってくれたりするんですけど、これですね、でこっちの華やかは3150円でこのお味噌汁とイクラ丼もついてて、このネタもこんなにたくさんあって3150円なんですよ。これがマジでおすすめです。次はコーヒー屋さんですかね。タレットコーヒー。これどの辺にあるんですかね、はい、はい、こちらはですね、築地本願寺の道挟んで向かい側にあるんですけど、ちょうどスタバがあって、ほんとその隣ぐらいにあるんですけども、あんまり知られてないんですけど、マジでこれもうここ知ったらスタバ行けなくなるぐらい、みんなもうドハマりしていくんですけども、めちゃめちゃ可愛くないですか？もうこんな感じでね。超可愛い。店の中もすごい可愛くて狭いんですけども、はい。席とかは、中の席はもう6席ぐらいしかないんですけども、はい。あとこのどら焼きがね、このカフェに、コーヒーに合うということで、もうこのいいっすね。立ち寄りたい。そうなんですよ。もう絶対ここは来てほしいっていう、カフェなんですけども、散歩にどら焼きにコーヒーね、最高ですね。最高ですよ、本当に。で、こちら、結構テイクアウトする方が多いんですね。席が少ないので。これ、ターレットカフェ、めっちゃコーヒー美味しいです。一番おすすめのやつで、濃厚なんですよ。ちょっと次行った時ぜひ寄ってみます、これは。めっちゃ可愛いし。次は寿司町ですかね。いや、やっぱり寿司屋多いですね。はい、そうです。これはどの辺にあるんでしょうか。多いんですけど、これはもう築地駅だ。本当徒歩1分で、もうこれも築地本願寺の近くなんですけども、ほら、これ寿司1貫80円からあるんですけども、ここね、もう毎回並んでるんですよ。絶対並んでて、なんですけど、ここ立ち食い寿司なんですね。なので、回転率がめちゃめちゃいい。はい、なるほど。中はこんな感じで、15席立ち食いになっているんですけども、はい、こんな感じで、このおっちゃんとかもめちゃめちゃ喋ってくれるんですけども、ネタもたくさんあって、そう、右の大変そうなんですよ。そうなんですよ。見てください、これ。ずらっと。これね、もう本当に1貫80円でも、高級寿司並みに本当に美味しい。ネタでかい。これでも値段安いのに1貫ずつ出るのいいね、ほんと。珍しくないさ。そうですよ。本当に、スシローカックなんですけど、マジで、これ一人、はい、2000円とかで、かなりお腹いっぱいに食べられるんですね。めちゃくちゃ厚切りですね。そうなんですよ。で、季節のおすすめとかもちゃんとあって、それも書いてあるんですけども、
ほら、もう、漬けマグロとか、これはもう本当常に並んでるんですけども、でも並んでても15分とか並んだら、結構もう回転率よくて入れちゃうので、はい。もう近くにね、隣に寿司三昧とかあるんですけど、もうね、行けなくなります、ここ知ったら。そこ行ったことあるな、隣の寿司三昧。次から落ち着いて。欲しい。はい。なるほど。行ったら、そうなんです。150円ですね、この朝日の味噌汁。マジで。素晴らしい。はい、ぜひ行ってみます。ありがとうございます。はい、行ってください。いやいかがでしたでしょうか。今回は築地の、ローカルをおすすめする3店舗でした。ご紹介ありがとうございました。なんか、実は最初の築地イタドリ、僕ん家の近くに、はい、デリバリーの店舗が、ウーバーイーツであるんですよ。で、頼んだことがあったんです。結構美味しかったの、デリバリーでも。はい、はい。なんで、今度、築地に行った時、ちょっと本店の方に行ってみたいと思います。そうですね。はい、ぜひ行ってください。はい。あと、寿司町は僕ほんと知らなくて、で、しかも、なんか、めちゃくちゃ安いのに、一貫ずつ出てくるし、しかも、なんか、寿司を乗せる板もなんか高級感あって、超いいっすよね。ちょっと行ってみたいなと思った。本当に、友達は、なんか、どっちがいいって聞いたら、こっちの寿司町よかったって言ってました。はい。やっぱでも、ローカルの人は知ってますよね。どの寿司入っていいかわかんないから、とりあえず食べログ見て入っちゃいますけど、それわかんないんで、ですごいいい情報でした。で、腹ごなしにね、タレットカフェ行ってみたいな感じで、出たらいいなと思ってるんで。いや、正直、有益な時間をだいぶ、過ごせたんでございます。はい、よかったです。そんな感じで、今回、築地再参戦でした。よかったなと思う方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。裏山のでした。